一昨年なんですけども、インターンシップを作るインターンシップという取り組みをやってですね、でこちらの恩人大変お世話になったんですね。大学生が5、6人詰めかけて、かなりハードなインターンシップだったんですけども、すごく学生が成長した思い出の場所だったんで、こちらを選ばせていただきました、はい、男性ですね、はい、ですね、おそらく6つ下だったんで今年40かな、今39歳だと思います。はい、ですね、これ言うと分かっちゃうかもしれませんけども、別府の中ですごく、シールをですね、製造されている、もう本当に世界の中でもトップメーカーじゃないかなというふうな、ところで、主には経営、そして営業の方ですね、されていらっしゃると思います。あ、これはもう大分県別府市ですね、うん、奥様と、娘さんお二人、上の娘さんは、もうすぐ小学校1年生で、もう、ランドセルを買ったっていうのを昨日夢タウンのフェイスブックの投稿で拝見しました。あのお酒多分相当好きなようで、酒屋さんできるんじゃないかっていうか、結構うんちくがすごく、お持ちですね、やっぱりこうザ肉食系というか、あのやっぱ人のことはすごく大好きなタイプの方なので、人とこう真剣に向き合っていきたい、こう関わっていきたいという方かなっていうふうに私自身は思ってます、まあさっき言ったお酒、あとはクレープ屋さんよく行ってる感じなんですよね、まあそんな感じ、まあでも何でも食べると思います、そうですね、ホームページの色からいくと、あのグリーン系、あとはあのフェイスブックのアイコンとか後ろがこうクリーム色のこうイエローだったりとかするんで、そういうこうなんか淡いイエローとかグリーンとかそんな感じのイメージですね、ライオンかトラ、ライオンとトラの愛の子ぐらいな感じ、はい、ですね。なんですかね、やっぱり人と関わりたい人、暑苦しく関わりたい人っていう感じがすごくしますね、恩人、知り合ってですね、今5年なんですけども、その、知ってるのが5年なんで、かれこれ帰ってきて、途中から帰ってきて10年ぐらいは経ったのかなっていう感じですかね。5年前に、とあるセミナーでご一緒したことがあってですね、そちらの方で、お会いしたのをよく覚えております、今でもですね。はい、でこれが、大分市内の芸術文化短期大学ですね、そちらの方の講義室の中で初めてお会いしました、あの経営コンサルタントの方が共通でいらっしゃってですね、で大学生向けにその講義を、やるということなので、そちらの方で、じゃあ来てみませんかっていうふうなご案内がありました。でそこにたまたまいらっしゃったのがこちらの恩人だったということですね、当時まだ30代前半だったと思うんですけども、もうなんか40代以上の風格がすごくあると、で なんだろうこの30代の前半でこの落ち着きはというような感じで、ちょっとなんかこう私も何て言うんですかね、普段はこう自分自身自己開示していくパターンなんですけども、ちょっと若干警戒してたところがあったかもしれないですね、私自身ですね。でもそういうのは全然もうなくなっちゃいました、選ぶらないですね、すごく能力とスキルとか高いのに、なんかそれを全然選ぶらずにいろんな方々にシェアしていくという感じの考え方があるっていう方ですね。そこ尊敬しますね。はい、一番の思いです。ここでなんですよね。ここでインターンシップをですね、取り組みやったんですけど、営業のロールプレインをやるっていうインターンシップだったんですね。でそこでもう大学生の方々が本当に真剣にその考えていくっていうプログラムを考えてくれて、でそれに対して学生の方々がすごく、自分で考えた内容をアウトプットしていくんですけども、できる子できない子いたんですね。で、できない子に対してもちゃんとこう、この恩人はすごく向き合ってくださっていて、フォローもしてくれて成長を促してくれるというスタンスがすごくあったんで、そこはもう私自身非常に思い出として、残ってますね、カラオケよく行ってたんですよ、この方とですね。で、尾崎清彦大好きで、必ずトップバッターで、尾崎清彦のまた会う日までを歌うっていう、はい、就職支援とか採用支援っていうその文脈の中でお話しできる方はあんまり別府市にいなかったんですけど、そういう採用支援っていうところ その中にいらっしゃった方なんで、その企業の採用の在り方とかが熟知していらっしゃるから、それに対してなんか意見交換できるなんか大事なパートナーできたってことで、私すごくなんか自分自身を勉強しなきゃいけないなっていうふうな感じで変わったなっていう感じがありましたね。
事業承継とかのなんかこうアイデアのワークショップと か、 なんかそういう合宿とかそんな感じのことなんかもしよかったらやってみたいですね。コラボレーションしてみたいですね。今ないんですけど、スミネホテルにあの夢の大温泉ってあったじゃないですか昔。あの40代以上だったら覚えてるかもしれないです。なんかあそことかであの温泉の中にドーンとこう水槽があったとか神社の鳥居があったとか大きい滑り台があったとか、あんな感じのところっていうのをなんか彼のうんちくとか聞いていきながら一緒に入りたいなって感じはありますね。うん、国立公園とか夢タウンとかこの辺が多分よく出没するスポットかなって感じしますね。うん、もう本当に末永い人生のこう良きパートナーとして一緒にいてほしいなっていうふうに思っています。すごくこう学びをいただける方なので、私自身も本当にこう自ら律しなきゃいけないっていうふうに思いますし、でいろんなことをその学ばせていただくと、で一緒になんかこう別府をですね高めていけるとすごく嬉しいなっていうふうに思っています。